こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。今回のタバサト号はいつもとちょっと趣向を変えてお送りします。題して3区のワンちゃんに会いに行こうです。内容はタイトル通り3区のワンちゃんと触れ合おうというコーナーで、今回は播磨坂周辺を巡ってみたいと思います。一体どんなワンちゃんに会えるのでしょうか。それでは早速行ってきます。タバサト号、こんにちは。こんにちは。飼い主さんのお名前を伺ってもいいですかね。佐々木です。でワンちゃんのお名前は何でしょうか。ルイです。何歳でしょうか。9歳。あ、9年も飼っているんですね。うん、9歳なんですけども、はい、保護犬なんですよ。あ、そうなんですね。それで娘がなんかインターネットで見てね、はい、このルイちゃんを前からもう決めてたらしいの。へ、うん、娘さんは何かあのルイちゃんに決めてみたいのはあったんですかね。うん、だ結局ね、あのこの斑点模様ね、プードルでこういうあの茶色の斑点模様の犬っていうのは ほとんどいないんですよ。だからそれがやっぱり好きだったんだろうね、はい、ものすごくおとなしいの。へ、それで唯一特徴は抱っこが大好き。あ、ちょっと抱っこしてみていただけないでしょうかね。抱っこしてみてだって抱っこ大好きね。いや、かわいいですね。ちっちゃくて、それとね、歯がね、はい、前歯がね、はい、ないんですよ。ほとんどね、抜けちゃった。だからね、舌がね、いつも舌が出てるの。でも可愛らしいですよね。なんか特徴といえばそういうとこだね。ルイちゃん、家に来てよかったなとか、可愛いなみたいなエピソードありますかね。いつもだから犬飼うといつも同じだけども、はい、あの犬中心の生活になっちゃうのね。で、散歩もね、私が2回にね、これ娘の犬だけど、はい、で娘が夜、うん、会社から帰ってきて食事の後行く、だから3回行くでしょ、はい、だからね、もう犬中心の生活になっちゃってね。これは前 あのラリーという犬ね、死んじゃったけども、そのラリーの時もそうよ。だから犬を飼うとね、はい、もう犬中心の生活になっちゃう。でもその分いいこともあるんですよね。うん、いいことっていうのは健康につながってる。ああ、そうなんですね。はい、やっぱ心配は多いね。あ、そうなんですね。もう病気になったりすると大変です。その分この可愛さに癒されたりしますよね。まあそういうことなんだろうね。あんまり自分たちは感じてないけど。はい、いや本当に今日はありがとうございます。はい、どうもございます。こんにちは。あの、飼い主さんのお名前をお伺いしていいですか。小沼です。小沼さん、はい、ワンちゃんの名前は何でしょうか。ゲンです。元気のゲンです。男の子ですか。そうです。10歳に。どんな性格ですか。あのね、あのちょっと見たところで、あら哲学者かななんていう雰囲気があるんですけれども、はい、とってもあの聞き分けのいい子で、あの私がしゃべるのでも郵便局っていうのをすごくよく分かってるんですね。で、元ちゃん郵便局行ってって言うと、ちゃんと郵便局案内してくれる。で、郵便局を素通りしようとすると、はい、ここへ入るんじゃないの。そういうのがすごく可愛いですね。頭がいいんですね。そうですね、可愛いもんです。元ちゃんが来てから可愛いなとか、いいなという思うエピソードはありますかね。どこに行くのも一緒で、うん、新幹線も何でも、そして何時間でもおとなしく乗っててくれますので、もうその点だけはよくしつけて。ちなみにどちらに遠くでは行かれたんですか。遠くでは、そうですね、松島の方まで、あのどこでも連れて行く趣味なんですね。いろんなものを見せてあげたいっていう感じで、やってます。旅行先で景色のいいところとか行ったら元ちゃん喜びますかね。喜びますね。そうなんですね。もうお散歩が好きですから。あら、人懐っこいですね。おとなしいのね。はい、元ちゃん、いこいこして、いこ、ちょうど美容室行く前だから。あ、そうなんですね。それから美容室なんですね。あの、あさってが美容室なんですね。あ、そうなんですね。ちょっと見てます。本当にあの、かわいいです。はい。さて、こちらにもスタイルが良くて可愛らしいワンちゃんがいらっしゃいますよ。こんにちは。こんにちは。まず飼い主さんのお名前は。あ、丸山です。さん、はい、ワンちゃんのお名前は。あ、ラブです。あ、ラブちゃん。あまり日本で見慣れないワンちゃんですよね。はい、でもここ数年ちょっと増えてきていて、ね、はい、文京区だと何人か見かけます。
性格はどんな性格なんですかね。性格はすごくおとなしくて、はいはい、あの従順で、うなるとか反抗するとか全くないです。今家でペレットと猫と、はいはい、3匹で暮らしていて、はい、一番こう優しくて、はい、ちっちゃい子とも仲良くできるので。あ、もう何か可愛いなという仕草やエピソードはありますかね。じゃあラブラブラブ、はい、ちょ、あら親バカです。何かワンちゃんが家に来て変わったこととかありましたか。あ、そうですね、やっぱり朝早起きをして、はい、はい、あの毎日とはいかないんですけど、夏はあのもう6時くらいから教育の森に出かけ、そうなんですね、はい、そういうのがあの季節 の、うん、あのこう植物を見たり、あの地域を、ね、知ったりなんかあの、はい、楽しい あれをくれました、近所散策の。いろいろなところに出かけるのワンちゃんは好きですか。飛行機に乗ってよく一緒に行くんです。飛行機に乗ってどちらに。あの私の実家が北海道なので、はいはい、北海道まで。北海道に行ったらワンちゃんとか喜びますか、それとも緊張したりします。あ、冬はダメなんですけど、雪で、はい、全くあの外歩けなくなっちゃうんですね、はい、震えて。でも夏はあのやっぱり北海道だと公園も広いので、はい、あのもういろんなところに山とか出かけてます、海とか。少し寒がりだったりするんですかね。はい、ものすごいそうなんですね、やっぱりもう体スタイルがいいだけに体脂肪とかなさそうですもんね、はいはい、もう冬の北海道はダメみたいです。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうこれからもどんどん出かけて散歩行かれてください、はい、ありがとうございます。こんにちは。可愛らしい、こちらトイプードルですよね、はい、実家でも飼ってるんですよ飼い主さんのお名前をお伺いしてもいいですかね。ああ、矢中と申します。矢中さん、はい、ワンちゃんのお名前は。犬はコモモです。コモモ、はい、じゃあ女の子。女の子なんです。そうなんですね、はい、飼い始めたきっかけというか決め手はあるんですか。そうですね、まあ、子供がもう大きくなってしまったので、はい、ちょっと寂しくて、うん、前から犬はちょっと飼いたいなと思ってたので、はい、家に来て何か変わりました。家族全員利用されて主人がもうメロメロなので。そうなんですね。あの迎えに出てくれる人というか犬が、はい、できたのですごく喜んでます。そのお父さんの様子もワンちゃん来てから変わりましたか。そうですね、まあ、あの犬に対して喋る時だけはなんかこう猫、はいはい、なで声でしたですかね。じゃあそれまた違ったお父さんの一面だったんですね、はい、そうです、ちょっと溢れてますけど。性格はどんな性格でしょうかね。性格、まあ、甘えん坊ですごく人間が好きなので、はいはい、そうですね、でも今ちょっとおてんば盛りなので。あ、そうです。あの家でいたずらばっかりしてますけど。あ、何かその家の中で、はい、あの可愛いなという仕草とか行動あります。そうですね、あの、はい、しばらく出かけてて、はい、家に帰ってくると、うん、なんか家に帰ってきたっていう感じでこうカーペットにこう体中スリスリしながら転がるとこがそうですね、面白いかなと。待ってたよっていう感じで喜んで迎えてくれるんですか。そうですね、うん、特技は何かあるんですかね、うん、そうですね、簡単なことしかできません。あ、ちょっとやってみていただいていいですかね。お座り、お座り、じゃあ見て見て、だけできましたね。もう尻尾振ってくれるのが嬉しいですよね。今回のタバサト号は3区のワンちゃんに会いに行こうをお送りしてきました。僕も実家ではワンちゃんを飼っていて、今回改めて可愛いなと思いました。そして散歩のため出かけるようになったという話を聞いて、まさに心身ともに元気にさせてくれるなと思いました。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。さようなら。